モスバーガー、ジャニーズが顔隠すポスターに不適切な加工。モスバーガーの一つの店舗が、店頭に掲示した商品 PR ポスターで、ジャニーズ事務所に所属するタレントの顔をシールのような貼り紙で隠していたことが14日、分かった。店舗を展開するモスフードサービスは不適切な加工と認め、誠に遺憾だ。本部の指示はなかったが、責任を感じている。店舗への指導を徹底する、とコメントした。人気グループ、スノーマンのラウールさんと渡辺翔太さんの二人の顔に、テイクアウトを持ち帰りいただけます、などの業務用の貼り紙がされていた。ジャニーズ事務所の性加害問題を受けて、モスは13日に所属タレントの広告起用を中止すると発表した。店舗側がその対応として貼り紙をしたとしている。交流サイト、SNS 上で批判が集中したため、ポスターはすでに撤去した。店舗の所在地などは明らかにしていない。